はい、こちらが今ここ見えているのがサイエンティスト C と書いてありますが、チーフサイエンティスト、A、B、C と、4部屋、調査員ですとか陸上の教員の方が乗ってきた場合に、泊まる部屋があります。こちらはサイエンティスト C で2名の教員が乗れるようになっています。こちらがチーフサイエンティストの部屋になります。調査員の中で主席となっていろいろその航海の調査計画、実習計画を立てる教員の部屋になります。先ほどの部屋よりもちょっと豪華な感じがしますね。はい、温泉のサロンです。国式にとサルーンですけども、温泉の執務室、お客様が来たりとか、外国に入港した際のイミグレーション等の事務的な手続きをするような部屋になっています。続いて学生教室、メスルームというものになります。ここで学生最大60名が食事をしたり、それから座学ですね、船に乗った時に実習の説明だったりとかレクチャーを受ける部屋、ここで60名、学生60名、それから、教員、調査員と7名、合わせて67名、最大67名が食事をとったり、生活をする場です。はい、乗組員30名、それから学生等合わせて99名の食事を作る、調理場になります。船では火事が怖いので、火を使わないようになっています。こちらが洗面所、それから洗濯機が置いてあります。そしてさらに奥にはお風呂があります。
しいです。先ほどの学生教室の一つ下のフロア、ここが学生の居住区のフロアになります。代表的な部屋、学生の部屋ですか、6人部屋が6部屋と4人部屋が3部屋あります。こちらは6人部屋の部屋になります。2段ベッドが3つあります。それから各自に1つロッカーがついています。普通のベッドよりちょっと幅が狭いから